音楽配信サービスにて、BE ファーストメンバーがチョイスしたプレイリスト、BE ファーストセレクト2023ベストソングズが公開された。BE ファーストの楽曲はもちろん、メンバーが今年よく聴いていた楽曲がまとめられたもので、記事執筆時の12月13日現在で SOTA、SHUNTO、MANATO がセレクトしたプレイリストが公開済みだ。そのプレイリストからは、各メンバーらしさが垣間見えている。まずは、12月11日に公開された SOTA のプレイリスト。SOTA といえば、ダンスとラップで BE、ファーストのパフォーマンスに彩りを添えている存在。ダンスの世界大会で4度優勝している経験があることからも、体が動いてしまうようなアップテンポやダンスナンバーばかりかと思いきや、癒されるようなチルナンバーが少なくない。しかし、FKJ、&O、ブラス、ネックレスやデブラローズ、ベリー、スペシャルなど、穏やかさの中に力強さも内包されている曲がチョイスされているのは SOTA らしさだろう。また、スパイシーソル、あの街までや平井大、ハニー&ムーンといった、SOTA の地元である湘南の海を彷彿させる楽曲や、BE、ファーストの、ブームブームバックを彷彿させるニューボイズ、U、RE やジャークといった楽曲も、良い意味で一癖あるバラエティに富んだ楽曲たちは、SOTA のオールマイティーさに通ずるところがあると言えそうだ。続いては、12月12日に公開された SHUNTO のプレイリストを見てみたい。自分に合った楽曲、SHUNTO のイメージにフィットする楽曲が多い印象だ。グルービーな R&B がメインで、ビバウラ、O、M、M、フィート、ムジタオリナリ、向井太一、ポッシブル、クリス・ブラウン、センセーショナル、フィート、デイビド、ロジャイーのような王道ももちろんチョイスされている。さらに、7月15日放送の Amazon Music Million Billion J Wave で朝聴いてもいいし、夕方聴いてもいいし、お風呂で聴いてもいいし、最近こればっか聴いてると語っていた林和樹のアルバム愛に収録されているロンリーも、いずれの曲も SHUNTO の力強く色気のあるダンスに合いそうなものばかりで、聴いているだけで踊り出す SHUNTO の姿が脳裏に浮かんでくる。そして、12月13日に公開されたのは MANATO のプレイリストだ。これもまた期待を裏切らない楽曲が並んでいる。ニューヨークに留学したことがきっかけで HIPHOP や R&B を聴くようになったり、よく聴くアーティストとしてクリス・ブラウン、ジャスティン・ビーバー、アリアナ・グランデ、ジャイ、Z を挙げたり、イリア・ SIRUP から自身の音楽の方向性を自覚したり、といったエピソードを彷彿させるプレイリストである。ベクトルとしては SHUNTO と似ているが、ジャスティン・ビーバー、オール・ザット・マターズ、トレイ・ソングス、キャント・ヘルプ・バット・エイトなどややメロウでしっかりと歌が楽しめる R&B の曲が詰まっている。途中に MFS、フレッシュ、フィート、ペニー系というパンチの効いた HIPHOP が混ざっているのも、MANATO らしい。BESTY、BE、ファーストのファンの故障にとって、少し早いクリスマスプレゼントとなった BE ファーストセレクト2023ベストソングズ。12月15日現在は RYUHEI JUNON のプレイリストも公開されているが、彼らがどんな時にどの曲を聴いているのか、どんな思いでこれらの楽曲を聴いているのか、思いを馳せてみるのも面白いかもしれない。